君と私と風水でリッキーハッピー届けよう。どうもロッチュTVです。ウマ娘動画やっていきたいと思います。今回はですね、コパのリッキー性能解説動画やっていくんですけども、まずはちょっとこちら見てください。はい、でこれ固有演出なんですけども、竜巻インヨム戦でナルト、ナルトか、うん、カメハメハかドラゴン。はい、こんな感じになってます。固有スキル演出、なんでこれがちょっとまあキルアのじいちゃんドラゴンダイブみたいに私は思ったんですけども、ハンターハンターなのかカメハメハドラゴンボールなのか、はたまた、これ昇竜派なのか、いろいろねあるみたいですが、皆さん何を思い浮かべましたでしょうか。こんな感じでね、固有スキルもかっこいいコパのリッキー、性能解説やっていきます。はい、でまずはじめになんですけども、まず適正はですね、昨日の予想動画の通りね、マイルと中距離とかね、逃げと、先行という感じで来ていました。で今回ですね、固有スキルがまた特殊な感じになっているので、それも解説していきますので、よければ動画最後までご覧ください。であとですね、高評価もいつもありがとうございます。高評価ぜひともぜひとも高評価よろしくお願いいたします。はい、であとは最初に言いたいところとしては、新シナリオで強いのかっていうのは、まあ、新シナリオまだ出ていない状態でこの動画は作成されていますので、新シナリオ出てからも解説しますので、よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。なんでまあ今のところで言うと、引くべきかどうですかっていう話は、まずは無料ガチャがあるのでそれで当てるっていうところを狙っていくっていうのがありです。であとはその日付としていつまで待つっていうところで言うと、まず新シナリオまで待つっていうところ、あとはパカライブ TV ですね、21日にあるんですけども、そこで、そのねキャンペーン第2弾第3弾とかね第何弾とかで無料10連とかね、それがある場合もあるので、そこで、キャラガチャ引ける場合はコパになってくるので、それを待つっていうのもありです。まあちょっとね、今回かっこいいんで引いちゃうって人もいると思うんですけど、まあそれもありだとは思います。まあまあ結構ダートでは強い性能をしています。はい、なんでですね、まあ新シナリオの話はそこは最速解説で新シナリオやっていくので、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。はい、で、性能解説いきます。成長率はパワー10、賢さ20となっています。でこの成長率は非常に強いというふうに、まあ、現時点でも評価できます。で現シナリオメーカーニュートラックでやる場合はパワーに成長率があるのはいいところですし、賢さ20パワー10っていうね、このパワー賢さ成長率っていうのは現時点今までの評価でいうとかなりいいです。でこれあとはね、新シナリオでも強そうかなっていう個人的考察しています。まあこれが弱くなる、この補正が弱くなるって場合は、賢さが異様に新シナリオは賢さだけ伸びるっていう場合はこの成長率がいらなくなるんですけども、まあそれはあんまりないのかなっていうところと、あとはねメタ分析みたくはなるんですけども、まあ玉座とかね、そういうサポカが実装されていて、その次のシナリオっていうバランスとか考えると賢さ成長率も腐らないんじゃないかなっていうのがあります。はい、であとは新シナリオでどうかっていうところは、実際新シナリオを見てからになるんですけども、これは予想とか考察っていうところなんですけども、新シナリオには、まあ、アイドル練習みたいのがあるかもしれません。これは別のアプリ育成ゲームとかでもあるんですけども、そのアイドルでそのねアイドルパワーみたいのを貯めて、それを使って、練習でのボーナスを獲得していくっていうね、そういうシナリオがあったりして、そのアイドル練習で稼いだボーナスとかねハートとかいろいろなんかそういうのを使うと、他のねステータス伸ばせるっていうのがあるんで、それで伸ばすステータスはいろいろねその練習の、伸び値プラスしてアルファっていう感じで伸びていくんで、まあ、そういうので別に賢さだけが伸びるっていうのはなく、こういうのがあるんじゃないかなというところです。まあ、これはちょっと考察なんでね、実際新シナリオ来たら、これが当たっていたかどうかっていうのはこれ覚えておいて、まあ検証してみてください。まあ、これは考察です。はい、で適正です。適正はダート A、 マイル A、 中距離 A、 逃げ A、 前行 A となっております。まずここ A の適正については予想通りでした。これ昨日の動画なんですの、スライドというか、文字なんですけど、まあ、この適正はあるんじゃないかっていう予想、これが、まあ、全的中ではございました。であとはですね、差し C、 ここはまあ柏記念とか差しで勝っていたりというレースがあるんでね、差しもあるかなというところと、短距離も C となっていて、この C であれば結構伸ばせていける B とか A とか狙っていけるんで、適正かなりいいという、ね、ところではあります。はい、であとはね、適正自体はその先シナリオになるかどうかで、またメーカーニュートラックだとね、いろんな距離が走れる方が強かったんですけども、シナリオ次第です。
で、あとはですね、ここです。ここちょっと言いたいところがあって、芝が F になっている、ここちょっと特徴だと思います。まずですね、コパノリッキーは芝のレースを一回も走っていません。なので、まあここは G じゃないのっていうふうに思うんですけども、これは昨日言った通り、武豊さんの武豊ボーナスで F になってないかとかね、そういうところがあります。もちろんね、決闘からね、サインデンサイレンスが入ってるからとかね、決闘的に芝いけるっていうところからの、F なのかもしれませんが、まあそれで言ったら他の馬娘ちゃんとかも、そのね、適正じゃあ G 以外をつけるっていうところがいっぱいある。決闘でつけるならね、他の馬娘の適正もね変わってくるので、これはちょっとまあ個人的には武豊ボーナスかなというふうに思ってます。それが一応これね、またね、紹介するとこんな感じです。コパノリッキーの引退式の時に、武豊さん、レジェンド騎手の武豊さんが、そのドクターコパさん、コパノリッキーの馬主さんに言ったんですけども、もう引退式の時に芝の馬だったかもしれないっていうふうに言った。これで F になってるだろうという感じだとは思います。一応ね、まあここはまあ諸説あるかもしれませんがF はちょっとビビりました。なんで結構これはまあおまけされている適性になっていて、まあ、F であれば結構ね、魔改造楽になるっていうところでね、普通に芝にも出すっていうことは一応可能ではあります。それ何言ってるかというと、以前にですね、まあ例えばですが、ダートブルボンっていうのが結構いたんですよ。ダートチャンミの時思い出してほしいんですけども、ルームマッチにやったらすぐもう発表されて、その後すぐにブルボンが強いっていうことでダートブルボンいたんですけども、これ G ですから、そんで数がめっちゃいたんですよ。その時ダートブルボンめっちゃいるなみたいな感じで、 G でもできるんで、 F っていうところは普通にまあさらにやりやすくなっているっていうところです。でもう一個あったのがスーパークリークですね。短距離クリークっていうのがありまして、それもこれ G なんで、 G からやってきたっていうねところなんで、まあ芝も出せなくはないというね感じです。はい、ということでサクサクいきたいんですけども、次スキルを見ていきます。スキルはこのようになっております。まず白スキルとしては、交流重賞丸という新しい新スキル出ております。スピードの緑スキルになっていて、まあダートの重賞っていうのがね、一応条件、ゲーム内の条件ではそういう風になっているっていう感じです。あとは中距離コーナーですね。これは3秒スキルなので、いいスキルで、次のシナリオ次第、ここが、中距離コーナーと先行のコツに関しては本当に次のシナリオ次第っていうところで、シナリオで今だとリジトーからスキルが取れる、青春ハイだと適正 A のところから爆発、青春爆発を思い出してほしいんですけども、そっからスキルが取れるっていう風なシナリオでした。で、次のシナリオがどっからスキルを取れるかっていうところで、ここの評価は変わってきて、今だと理事長からここら辺はもらうこともできるから、まあ、中距離コーナーはね落とさず取れるのでいいっていう評価になりますし、まあ、先行のコツとか、コツ系緑については、その理事長からもらえればまたね評価変わるっていう感じです。ただしこれに関してもコツに関しては、まあ、先行で出す場合、固有後から解説しますが、固有に緑スキルの数っていう条件があるので、そこで、コツと交流ダートだったらね、こういうところ交流重賞とかね、抜群の踏み込みとかね、こういう風に取れていくので、まあ固有とのシナジーがあってね、コツスキルもいいかもしれません。はい、で次金スキルいきます。次の金スキルはここですね。勝利への機運、明るい兆し、そして抜群の踏み込みと踏み込み上手というね、このスキルは金と白で対応しております。はい、でまず勝利への機運ですね。このスキル解説していきます。テキスト的にはレース終盤が迫った時、前方にいると速度が上がるというカッコダートというスキルです。条件効果はこのようになっております。中盤の後半ランダムっていうのが、この終盤が迫った時というねところです。でこの条件はね結構強くて、まあ接続可能性があるよとかいう感じです。で前方はちゃんみだと1位から5位というところで、順位条件もね結構出しやすい条件です。で効果としては金スキルの速度3500、秒数が 2.4 秒というふうになってます。はい、でこのスキルの評価なんですけども、まずですね、この中盤の後半ランダム、まあ、終盤が迫った時っていうね、この条件は、接続が狙います。接続についてちょっと分かんないっていう人はちょっと動画を調べたりしてほしいんですけども、そんな感じで速度接続がしやすい、まあもう本当にそこ中盤の後半っていうところでね、めちゃくちゃ狙えるっていうところなので強いスキルです。でさらに強いところなんですけども、これ1位でも出るっていうところね、ここが評価高いです。なんで1位でも出るっていうところは逃げでも使えるっていう感じで、例えばこれダートのちゃんみで逃げ出すとか考えた場合、
まあ先行でもいいですけども、それで1個金スキル速度増えて、まあ例えばですが他にねトップランナーとかね、脱出術とかいろいろまあありますが、そういうスキルみたいな感じで、普通に、その中盤速度スキルとして優秀になってくるという感じです。はい、で次が、抜群の踏み込みミドルスキルですね。これは2つの条件があって、まあこれも新スキルでね注目というところです。でまずテキスト読んでいくと、パワーが十分に強いとスピードが上がる、そしてパワーが12分に仕上がっている場合すごく上がるっていう感じです。緑のすごくが来ました。はい、でこれ条件2つあって、パワーが十分とパワーが12分っていうところがあって、まずパワーが十分っていうのが丸2の条件、ここで書いている部分です。でパワーが12分っていうところが丸1の条件です。まあどっちかですけども、この条件を満たすとこういう風に効果が上がるという感じです。でこれちょっと特筆してみてほしいところが丸1なので、このテキストと順番入れ替えているんですが、まず12分に仕上がっている場合っていうのが、これが、パワーが1200以上っていう条件です。なんでまあ一応今だとね、パワーカンストしていると、スピードが80上がる緑スキルが来たというねことです。であとは一応今だと、そのパワー1000から1200未満、1199、ここ1000以上1200未満の場合はスピード60上がるというね金スキルになってます。まあこれでもね全然ねスピ60上がるんで、まあ、取りたいスキルにはなってくるという感じです。はい、でこれの評価なんですけども、これですね、ここのパワーが1200以上というところから、まあ上限解放ですね、ここがですね来るんじゃないかなっていうのがもう高まってきたという感じです。まあ今だともうカンストしかないんですけども、上限が解放されるっていう場合だったら、まあ1200何本とかね、1300とかね、まあなるかもしれないんですけども、まあそこで、やれば普通にね、この12分に仕上がってる場合っていうのを満たせるという感じです。あとはこのスキルがですねスピ80で強いっていう風になるんですけども、解放されるとねまたね変わってくるっていう感じなんで、まあこれ2つの条件ですね、で1200以上っていうところ、あとはこのね80の緑スキルが出たっていうところから、上限解放が来るんじゃないかなというところが、確率が上がってきたというところです。はい、で、固有スキルいきます。この固有スキルなんですけども、まあ結構特殊なところがあります。まずテキスト読んでいくと、まずレースが終盤が迫った時、そこで速度を少し上げるっていう効果がまずあります。でさらに能力を引き出すスキルの発動数に応じて、速度と加速力を上げるというね、風になってます。でまずここで言いたいのが、この能力を引き出すスキルっていうところ、これは緑スキルです。はい、で文字でね条件交換を見ていくとこんな感じになります。まず終盤が迫った時どこかで速度を上げるっていうのは、条件としては中盤の後半ランダムのみです。まあここも実は強いです。ここも次の項目で解説します。で、まあ、速度を少し上げっていうところはまず、基本的に出ます。なので速度2500の5秒というところが基本にあって、さらにその緑スキルですね、能力を引き出すスキル、これの数によって、他のね加速と速度の部分も追加されていくという感じです。はい、でその緑スキルの数なんですけども、このようになってます。2個以下の場合は、そのね加速部分の倍率です。これかける N 倍ってなっていて、ちょっとね数学的にかけると倍っていうのがおかしいだろうと思うかもしれませんが、分かりやすくするためにこういう表記にしています。でその場合2個以下の場合はここの部分がなしで0倍なので、基本の速度だけになってしまいます。で緑が3個以上だと、1倍ということで500-500が追加されます。で緑5個だと1000ずつが追加、緑6個だと1500ずつが追加という風になります。はい、でこれなんですけども、ちょっと分かりやすく書いているのもあるんで、ちょっと解説聞いていってください。でまず最初に言いたいところなんですけども、この条件なんですけども、中盤の後半ランダムのみです。これがまずちょっと強いっていうところがあって、順位条件がないです。
なので、まあ、発動条件としてまず強くて、これ 100% 出ます、まあ、中盤の後半ランダムに行くだけっていうところで、虹のスキルっていうのは賢さで不発とか賢さの判定での不発がないので絶対に出るっていう固有になっているというところ。なので発動条件はゆるゆるでもう絶対に出るので、まあ、競技場とかで使う場合は普通にもうね、絶対出る金スキル、虹スキルみたいになってきます。はい、で効果面のところ、これちょっと分かりやすく書き直してきたんで見てください。緑スキルの数によってこのね、加速部分がつくか変わるんですけども、まず2個以下だと速度の2500の5秒になってしまいます。なのでそれだとちょっと弱い。で4個までだったら500ずつが追加されてこのようになります。で5個緑で速度3500プラス加速1000になります。でこれがまあ例えばですが玉もクロスとかね、ちょっと加速がある部分っていうところの固有と同じになってくるのが5個からというところです。でさらに今回のこの固有に関しては緑が6個よりあれば、まあ、6個あれば、このねプラスアルファの部分が3倍になるので1500ずつ追加されて速度4000加速1500の固有になるという感じです。なんでまあこれ緑スキル6個あった場合は今までにないそのねハイブリッドの固有の中でも速度も加速も優れているみたいなね固有スキルになります。なので6個以上の緑が詰めれば強いです。ただここでちょっとね、まあ、勘違いしないでほしいのが緑6個以上取れれば強いです。ただし取れるとは言っていないというところがあって、まあ、緑スキルね6個は実際育成していてもまあ難しいというところがあります。はい、それはこれを見てください。緑6個っていうとまあ普通にね有用なところで言うと右左回り、ま、右回りとか左回り、そして季節馬娘、これは一例で秋っていう風にしてますが季節とかを取っていく。であとは両ババの鬼とかね道悪とかのババ状況を取る。まあここまではいいでしょう。3個はまあ取ることができる。まあ集めるの大変ですけどね。であとは先行のコツとか逃げのコツとかね、コツもまあ理事長からもらったりして取れるよねっていう感じで、4個ぐらいは緑いけるっていう場合があるんですけども、6個ってなるとそこから例えばまあ天気ね晴れの日とかを取るとか、まあ根性上がるんでねいいでしょうってなって、あとは例えばまあ根幹距離とかね非根幹とか、まあ、丸々レース場とかね、中山レース場とかね取るっていう感じになってくるので、まあこの7個のドラゴンボールから6つ集めるともう最大級の固有になるよっていうのがね今回のコパノリッキーの固有になっております。であとは細かいオプションとしては一応対抗意識とかね、今回みたくいろんな、客室1個に集まっている場合は、パワーが上がるで緑スキル対抗意識とか、あとはまあ一番人気と同じのね客室を選ぶとかね、そういうところで、他の緑っていうところとかは考えられますが、一応メジャーとしてはこんな感じで、まあ6個集めるのは一応まず芝だと結構大変ドラゴンボール状態になるかなとは思います。はい、であとはですねダートだとっていう話があります。ダートだとさらにこのね、7種類から集めるのではなくてもうちょっとね集めやすくなります。それがさっきの金スキルでもある踏み込みがあります。であとは、普通にね、デフォルトでついている交流重賞とかもね、取っていけるかな。ダートだとね取っていけるとかになっていて、まあそれであとは右あ、季節ババあとコツっていう風にするかなみたいな感じで、一応6個でダートだと集めやすいっていうのはあるかなという感じになります。まあ一応おさらいですが、このね踏み込みに関しても緑スキルなのでダートの方が、このねこういうスキルは活かしやすいという意味です。はい、であとはねコパノリッキー注意点があります。これがですね覚醒レベルを上げるのが大変っていうのがあります。ちょっとゲーム内でも見ていくとこんな感じになっていて、マイルのとこですね、このコパノリッキー覚醒レベルこう上げるときにですね、ここですね柏記念優勝レイ50個、そしてマイルチャンピオンシップ南部杯優勝例45個、これが必要です。なのでちょっとそこがね覚醒レベル上げるの大変だっていうのになるのがね初日時点の評価とはなってきます。でまあこればかりはね周回して集めるしかないかなっていうところではあるんですけども、まあもしねコパノリッキー今後引けた場合とか、もう引いた方とかね参考にしてほしいのが、これ交換所にあります。ここはちょっとね、まあ解説というか、まあこれあるよっていうところは見落とさないでほしいところではあるんですけども、
例えばですね、フレンドポイントとか結構もうねずっとやってる人は余ってると思います。ここに柏記念優勝例30個があるんで、これが足しになります、覚醒の。なんで引けた方で結構ね、今娘やり込んでる方はフレンドポイント余ってるやつを使ってやっていけます。であとはサークルポイントのところですね、ここにですねマイルチャンピオンシップ、南部杯の例があります。なんでここでも、カバーすることができます。でこのフレンドポイントサークルポイントは結構ね長い期間やってる人はまあ余ってきているとは思うので、そこから交換もできるということです。まあこれに関してはね、始めたばっかりの人とかはここら辺まだ足りないよってなってるかもしれませんが、長い期間やってる人は交換所からも取れるというところは押さえてください。はい、ということで現時点での評価まとめていきます。一応新シナリオとかでその適性の話とかね、成長率の話とかは変わる可能性があるのでご了承ください。なんでまあ引くべきかっていう話は24とかね21とか、まあもうちょっと新シナリオ出るまで待つっていうところが、一番まあ、安定の卓ではあります。はい、でまずコパノリッキー解説として評価なんですけども、ダートではかなり強そうな性能かなっていうところがあります。それが先ほど申し上げた金スキルのダートのものがあるんですけども、それがまあ接続も狙えて順位条件1位から5位っていう風に出せるっていう金スキル持ってるんで、まあダートでの強い候補に入ってくると思います。でそれに関してはあとはねダートチャンメ自体があるのかなっていう話が論点があると思います。ただ今回コバノリッキーが実装されたプラスあとはダートのそのね重傷が増えたみたいな感じで、ダートチャンミちょっと1回またプラスでありそうかなっていうところがあります。なんでまあここはね皆さんの考え方次第ですが、ダートチャンミまあ年に 1,2 回あるっていうところ、そこではまあ強くなるかもしれないっていうのがコバノリッキーの評価です。はい、であとは固有スキルに関しては先ほども言った通り、緑のスキルを6つ詰めれば強いです。で芝で考えた場合6つ取るっていうのはまあ難しいかなとは個人的には思ってはいるという感じです。ただし、固有スキルのところで、ちょっと説明し忘れましたが、発動位置がですねこの中盤後半ランダムなので、まあまあちょっと違うんですけども、クリスマスオグニみたいなところでそのハイブリッドというかね、速度接続プラス加速活かせるっていうところの発動になる場合というか、それがまあほとんどになってくるので、発動位置的にまあ若干そのクリオグリ感があるっていう風に押さえてもらってもいいんですけども、そういう感じなので結構強いです。まあ、なんでダートじゃなくても一応固有は使えるっていうところではあるので、まあ固有スキル自体は強い、ただ緑スキルを集められるかというね、感じになってます。はい、であとはですねまとめていくと、まあそんな感じで、金スキルじゃないや固有は強いんですけども、まあちょっと緑6個がね多分まあまた論点になるかなというところです。ダートだと詰めやすいというのがさっき解説したところです。はい、ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。適性とかに関してはね、その成長率適性に関しては新シナリオが来てからの評価の方が今後のね環境にはマッチするので、それはまたねチャンネル登録して、後日も動画もチェックしてほしいです。まあ、新シナリオ自体も最速解説していきますし、まあ皆さんが強い馬を作れるように、強い馬娘ちゃんを育てられるように解説していくので、もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、のっち TV でした。まあ、今回はですね、無料ガチャで当てるという手もあるので、皆さん、まあ、ちょっとね、ガチャ焦らなくてもいいです。まあ、ジュエルを節約したい方は、パカライブや新シナリオを見てからというところでいいと思いますし、推しだとちょっとね、かっけえから引いちゃったわっていうのも、全然ありな性能をしているという感じで、動画まとめて終わりたいと思います。それではのっちん TV でした。他にもですね、コパノリッキーガチャ動画とか、あとサポカ解説とか、いろいろね、動画上げてますので、ぜひともお時間あればそちらの動画も見てみてください。それではのっちん TV でした。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。またな。バイバイ。